今回は忙しい中、お疲れ様でした。これからもデンジ君とパワーちゃんをよろしくお願いします。俺もあいつら嫌になってきちゃったな。育てた犬が死ぬたびに酒の量が増える。おもちゃなら壊れても罪悪感はないと思ってたが、この年になるとボケてきておもちゃにも情が湧く。それで話っていうのは何ですか？今回の得意化襲撃、公安もバカじゃないだろう。お前分かっていて見逃したな。私も襲撃に遭いましたよ。お前がどんな非道を尽くそうと、俺の飼い犬を殺そうと、人間様の味方でいるうちは見逃してやるよ。うちはな。私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。今回の作戦が成功すれば、四課の存在を積極的に報道することになってます。そうすれば四課は今より動きやすくなって、より悪魔から人を救える。嘘つき。公安のお客さんだ、高い茶裕次郎。ご協力ありがとうございます。東京でうちの若い奴らが勝手にドンパチやっちまったみてえでな。何でも答えさせてもらいますよ。私の指示じゃないことも分かってほしいからね。聞いた話によると、この沢渡って女が黒幕でな。この女を仲介にうちの若い奴が騙されて銃の悪魔と契約しちまったらしい。契約の内容は？銃の悪魔に2万円を払う代わりに、契約者は銃と弾がもらえるんだとよ。悪魔の世界も金が必要なんかな。人類諸君と変わらないね。組にいる銃の悪魔と契約している方の名前を全てここに書いてもらいます。おう、いいよ。しばらく無所に入れて反省させてください。あなたの組の名前だけでなく、他の組の方のもお願いします。ん？お嬢ちゃん、あんたさ、なんもわかってねえな。そんなこと知ってても告げ口バレたら、組同士で戦争が起こっちゃうよ。バカだね。国民の安全のためです。ご協力お願いします。ジョーちゃん、必要悪って言葉知ってるかい？俺たち身内同士で潰し合ってみな。したらその間に外国マフィアが日本に入ってきちゃうんだ。確かに俺たちも悪さはしてるけどね、中国とかソ連のマフィアの方がよっぽどひどいことしちゃうよ。それを俺たちが防いでるんだ。デビルハンターが悪魔から人間を守っているように、俺たちヤクザも外国人から日本人を守ってるんだよ。デビルハンターは学のないバカが多いっつうから、わからないのも当然かね。明日金じゃ仲間は売れんよ。これはお金じゃありません。ここにいる皆さんの父や母、おばあちゃん、おじいちゃん、兄弟、姉妹、恋人、奥さんの目です。目？安心してください。公安には目を元通りにできる人がいます。ご協力していただけるのなら、その人を紹介します。てめえ！あなたの言う必要悪というものは、悪事を行う自分を正当化する言い訳です。その言い訳は社会に必要ない。
必要な悪というのは常に国家が首輪をつけて支配しているものです。